今人気沸騰道内各地のイベントなどで活躍中、2017年に結成されました、氷点下生まれの個性豊かな6つの花が集まったアイドルグループスノークリスタルのステージです。どうぞお楽しみください。Thank you.
一部に引き続きまして改めてユニリゾートにお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちは6人組アイドルグループスノークリスタルです。それでは自己紹介をしたいと思います。はい、リーダーピンク担当モエピーこと萌香です。モエピー。はい、グリーン担当ウッディーことコハです。オーティー。はい、レッド担当コッタンことコハネです。コッタン。はい、ブルー担当アリオことリオです。アリオ。はい、イエロー担当ルカリンことルカです。ルカリン。はい、オレンジ担当アイカです。アイカ。せーの、スノークリスタルです。よろしくお願いします。はい、ということで私たちは一部として12時半にもライブをさせていただきまして、はい、もうだいぶ涼しくなりましたね。そうだね。ね、結構違うよね。YouTube 終わった後もみんな顔真っ赤で、そう、よかったよかった。うん、ね、ちょっと涼しいね。みんなも涼しそう。そう、そう、今年の夏もね、本当にユニリゾートで本当にライブできてよかったなって思って。ね、そう、これやらないと本当に夏が始まらないから、ね、そうだね。すごい暑いけどすごい楽しい。そう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 。ね、お祭りなのでね。そうですね。いやー、皆さんも焼肉美味しいですか？はい。食べてないぜ。そう。食べた。え、みんな食べたのかな？みんな食べた？食べた。そう。お昼にね、抽選があったんですけど、当たった方って言いますか？おー。おー。おー。いろいろ。どんな方でも結構。いるね。そうだね。本当にいいな。楽しいよね。もう焼肉食べて美味しいって。私たち食べれてないね。あ、でもさっきソフトクリームを美味しかった、食べさせていただいて本当美味しかった。なんかね、毎月じゃない、毎回来るときに味が変わるんですよ。その、この間来たときラベンダーだったかな、うん、あ、そうだ、ラベンダー。そうそうそう、最後はリナリア、リナリア、そう、なんかミックスベリーみたいな味、すごい美味しかった。そう、ぜひ食べてみてください。すごい美味しいので皆さん食べて帰ってください。2曲続けて聴いてください。サンダーエレメント。全員で声出していきましょう。Okay.
Oh,
メガロポリスの空。鉄壁の前髪で有名なんですけど、まだセーフです。そういえば
待って、ちょっとやばい、ちょっとあれ、あ、そう、まあ、それだけね、熱いけどどうですよ、ね、すごい盛り上がってる、最後の曲、盛り上がっていきましょう。カラフルライトパレード、
花添えていただきましたけれども、いやこれね、皆さんもお疲れ様だけど、すごいのはファンだよ。だってさ、みんな若いからいいけど、結構年取ってる方いいんだよ。そっちの方が心配になっちゃった。あとね、俺途中から皆さんの踊りよりも、あの広沢 T シャツの彼、彼の跳躍力が尋常じゃないんだよ。それが気になってしょうがない。ちょっと一回飛んでみて。いやもうずっとすごいよ。すごい。メンバー入れてあげて。フレンチ変わってさ、ちょっとさ。いや本当にでもね、一部から皆様にも盛り上げていただいて、そしてね、ファンの皆様にもこうね、賑やかにしていただいて、本当素敵な2ステージ皆さん務められたと思うんですけれども、せっかくですから、ここで2ステージ終えての感想を、ちょっと待ってよ。あ、よかった。色、その通りに並ぶんだね。よかった。おじさんも色変わっちゃったらわかんないから、一応答え、合ってるよかったです。じゃあ、イエローの、ルカさんから。はい。今日2ステージ務めてどうでしたか？いや、あの2ステージともあのたくさんの人が見てくれたし、うん、もう本当に2つのステージとも盛り上げられて、はい、楽しんでいただいたので。そうだよね。あの中には東京って方もいたけど、東海の方って他いらっしゃるの？来たの？え、どちら？千葉から。いや、各地から応援駆けつけてくださって。あの、そうだそうだ、金魚鉢は行なくていいの、大丈夫か？多分今すっごい集まるよ。すっごい集まると思う今。親を書かないよ。さあ、グリーンの乙葉さん行きましょう。はい、2公演ともあのすごいたくさん盛り上がってくださって、もう皆さんと一緒にね盛り上がっていることができて、本当に夏が始まったって感じで、本当に嬉しかったです。こうやってね、そのステージをファンとこう一体になってるのを見ると、見た方もなんか幸せな気持ちになってくるんだよね。なんかちょっと目頭熱くなってくるね。ねえ、いや本当に、やっぱりちょっと金魚鉢を怖いからちょっと斉藤さん書いちゃった。斉藤さん何書いてたよ。じゃあブルーマネージャーなんかカバン持ってくるんですか？アコギなマネージャーだよ本当に。じゃあブルーのリオさん行きましょうか。はい。もう本当になんか結構遠くから来てくださってる方とかがほとんどだと思うんですよ。なのにね、こんなに集まってくれたのもすごい嬉しいし。どこだったの？札幌かよ。遠くって言った時随分手振ってたから遠いと思ったよ。でも札幌も結構遠いよね。そう、まあそうだね。まあ歩いたら結構かかるからね。そうだね、歩いたら結構かかるから、ね、歩く人はあまりないと思うんですよ。あ、そうです。突っ込んでもらった。ちょっと待って、こことこっからそっち全然違う空間に来てるんだけど、これ向こうの人たち盛り上がったかな、大丈夫かな。さあ、そしてリーダイト。はい、今日ですね、もう一日すごい長い時間だったんですけど、もう本当に皆さん盛り上がってくださって本当に嬉しかったです。あの、あれ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 、その年でもあれあれあれやっちゃう。大丈夫、最年長はちょっと頭19でしょ、まだ。はい、ちょっと頼むと大丈夫。はい、オッティが言ってくれたように、本当にこれがあるから夏って感じです。なるほどね。これからまだまだ暑い日続くけれども、これでちょっと景気づけっていう感じがするんだ。夏といえばユニガーデンっていう感じなんですよ。そうだよね、昨年も来たんだもんね。そうです。そうだもんね。さあ、続いてレッド行きましょう。コハーネさんだね。はい、はい、コハーネ。コハーネ、コハーネ、合ってる？コハーネ、コハーネ、コハーネ、イエーイ。この1部と2部でこんな時間が空いてるのに、ずっとこの暑い中待ってくれて、そう、ありがとうございます。まずそしてなんか夏休みなんですけど今、うん、夏休みの一番の思い出になったなと思います。あ、夏休みいつまであるんだっけ？まだ1ヶ月くらいあります。じゃあ多分一番の思い出できると思うよ。ファンの皆さんと作った、いや、すごい素晴らしい、すごいいいコメント。ちょっとリーダーがあれあれあれって言ってたから、レッドがめちゃめちゃいいコメントした。最年少。世代交代がこんなところにも起きるんだね。さあ、続いて、最後オレンジ。はい、どうぞ行こう。はい。まず、一部は暑い中ね、たくさんの方に見てもらえたし、二部もまたいろいろな人にね、見てもらえて本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。ちょっと待って、愛花さん、ベテランか。なんかもう30年くらい
やってるいや、そんな、そんなしっかりまとめて経歴長いんだ経歴何年ぐらいなの何年ぐらい5年5年ぐらいそうなんだグループの中で結構長い方がベテランですそうかうん、すいませんあのね、これもちょっと聞きたかったんだけど色ってさ、皆さんそれイメージカラーがあるけどこれみんなが決めたのいや、偉い人マネージャーさんが偉い人がじゃあ皆さんのイメージに合うよ、はい、偉い人がっていうとなんか裏話を感じるからマネージャーさんが偉い人がいや本当にね、まだまだね楽しいこれだけファンがいるのも納得の皆さん、明るい皆さんで最後に一部はね、愛香さんにお話伺いましたけど最後はリーダーに締めていただきましょうか今まさにね、はい、夢の一歩二歩と歩を進めてますが、はい、さあこれからスノークリスタルどんな展開になるでしょうか夢いや私たちはもっともっとたくさんの人に知っていただいてそして一部でも言ったんですけどメジャーデビューというね、はい、夢を叶えたいです、はい、そしてねいつか日本をね代表するようなあー噛んだ甘噛みしちゃったんですけど甘噛みしちゃったんですけどそう絶対にスノクリを好きでいてよかったってみんなに思わせられるようなアイドルになります頑張りますありがとうございましたファンの皆さんもちろんですけれども今日スノークリスタル初めましての皆さんもこれからご聞いてくださいますようよろしくお願いいたしますお願いしますスノークリ盛り上げてくださったのはスノークリスタルの皆さんでした ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。バイバイ。熱中症で飲まないでね。気をつけてね。初めて見た方、スノークリスタルのツイッターなどありますので、ぜひ見てください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたまだまだね名残惜しくもあるかとは思いますけれどもスノークリスタルちょっとなんか塩引くような感じやめてもらいたいなそこねありがとうございます